大丈夫です。もう大丈夫です。はい。では、もう大丈夫です。はい。ちいかわ占い始まります。今日最も良い運勢なのは、いて座のあなたです。難しい作業も順調に進み、ハッピー。これまで学んできたことを役立てましょう。ラッキーパーソンは、字が綺麗な人です。3位の水瓶座の人は、好奇心が原動力になる日、興味があるものは調べてください。6位の双子座の人は、ミスに素早く気づき活躍。意識して目配りしてみましょう。続いて、9位のサソリ座の人は、なかなか決断できず混乱。期日を延ばして情報を整理してください。そして今日最も悪い運勢の人は、ごめんなさい、乙女座のあなたです。小さな出来事にも動揺して問題発生。冷静さを維持して自分を守る行動をしましょう。でも大丈夫。そんな乙女座の月を回復させるラッキーメニューは親子丼です。うわ、四つ葉だ。わー